ガサプの地球きれいに244回目。はい、朝早くね、家の近くをお散歩しながら拾います。ほら、ちょいちょいゴミがある。家の近所なんで、こう毎日のように見かけるじゃないですか。で、大体もうここに行くあるゴミの種類っていうのが、一つは車からポイ捨てしていくゴミ、もう一つはゴミ集積所からカラスが荒らして飛んだゴミ、もうほぼこの2種類なんですけどね。でゴミ集積所はどうにかなるのかなと思ってるんですけど、この辺、これゴミ集積所から飛んできたゴミなんで。酒の缶あるでしょ、弁当のゴミあるでしょ。これはつい何日か前にコンビニ袋にまとめて捨ててあったの、ここに。で、大概ポイ捨て、ね、こういう酒缶ポイ捨てしてくるおばがは絶対飲酒運転野郎ですからね。おまわりさん、少し頻繁に飲酒運転やった方がいいですよ。ゴミ拾い長くやってると思うのは、多分昼間わけわかんないとこで飲酒運転とかの検査したら結構捕まってる。結構ね、平気で飲酒してるやつがいるから。これはこの間コンビニ袋にガラス捨てられてたんで、ここにポーンってコンビニ袋置いてあったんで、その袋がねえのがちょっと気になる。ほら、燃えるゴミと見えないゴミの後で仕分けしますけど、雨上がりで濡れてるから嫌なんですけど、ね、だから草の方は歩かないですけど。いたぞ、あれ、ポイ捨てゴミ。ちょっとこれ朝露じゃなくて雨でビチャビチャだから行きたくないんだよけど、まあこっちで今からシャワー浴びるからいいかな。ほら来たから、ポイ捨てゴミ。ここのポイ捨ては皆様さん近所なんで、まあまあいろいろ、あのそのうちカメラでも設置しておこうかななんて、きちんと対応する人、対策打つ人、ね、役所に頼んだところで役所なんかこんなのどうなるの。とりあえず缶から開けなきゃなんないのと口は閉めませんが、244袋目、100メートル行ったり来たりのところで、はい。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。